はい、こんにちは、のぶチャンネルのぶです。今日はお休みなので、セーフです。今日はこれと鍋とメンマ中華そばを作りたいと思います。2リットルのお湯を沸かします。ラーメン専用の器です。うまそうなスープ。で、これが できました。ちょっと伸びてるかもしれませんけど、いただきます。いただきます。Thank you.
ごちそうさまです。はい、というわけで、ラーメンを作って食べましたが、ちょっと時間かかったので伸びちゃったのと、まあ素人なんで、あまり上手にはできなかったですね。材料もそうですし、ハムなんかもね、あんな感じでしたので、できれば今後少しずつ美味しいラーメンとか食事を、自分なりに作って、またアップしていきたいなと思ってます。まあ、最後の方は、大変美味しいものをね、みんなが作ってみたくなるようなものを、アップできたらなと思いますので、よろしくお願いします。